さあ、というわけでランチ食べ終えてね、今からサウステーションということで、いつもね、あんまり来ないポイントなんですけど、久々に来ましたね。いやー、波の方はね、朝は胸ぐらいのかなりホレホレウェーブやったんですけど、膝もも、それは言い過ぎか、もも腰ぐらいかな。どうですか、どのぐらいあります？ちょっとね、まあ、積もるだけどいい感じだねらしいです。普通に、はい、こんにちは、シーケンスのスタッフさんです。お願いします。なってます、伊藤と申します。この日、新型保育ね、マーク・リチャーズのスイーツサービス。紫あるんやろ。そう、ラベンダーブラックです。めっちゃいいじゃないですか。板は似合うすか。そう、EPS のやつです。EPS か、超おしゃれじゃないですか。ちょっと丸めで、そう、ゴリラグリップ、昔のデザインのリバイバルです。超活かして、昔ふやけの新型みたいな。まあ、そんな感じです。まあ、今日はね、波は春休みということで、若い選手もいっぱいいますよ。まあ、そんな中、混じってね、練習させてもらいます。どうすか、波は。いい。いい感じ？うん。結構地形良くないっすか？何分ぐらい入っとんの？なんかね、1時間は入っとん。1時間入っとんの。いいねー。川上ちゃん、1キロやったっけ？うん。すげえ。何歳？3年生。いいな。え、マスクで読めるか。おぉ、来たよ。さあ、今ね、2月にしてから2年間ぐらい入ったんですけど、本当ね、選手の方々たちが、ばっかでね、本当に NSA の前日みたいになってますね。すごい人で、結構みんなね、なんか、テストだけはな感じで、思い出しますね。そうです。NSA の時に NSA 時代。はい。一番思い出深い NSA の試合とかあります？いやー、なんやろなー。本当、毎週あったから。はい、確かに。どこかしら行ってましたもん、ね、どこかしらあったけど、その中でも思い出深いのはやっぱ全日本3位だから。あー、行くみめっちゃ懐かしい。三重から行くみ遠いですよ。遠い。その時の優勝ジョーやったっけ。いや、俺に聞かれたら分からんねんけど、ジョー三位確かピアノやった気がする。おやばい。なんか天気のせいでね、こんな天気でめちゃくちゃ真っ暗になっちゃいましたね。今時刻5時半ぐらいだと思うんですけど、ちょっとね、波で厳しい日が過ぎたんで、ラスト1本で帰ります。ラスト1本で乗るまでどんな感じでね、乗っていくかっていうのを撮影していきたいなと思います。なんかね、結構目線、プロサーファーのこうパドリングの位置する位置やったり、ターンするタイミングとかで、ね、意外と見たいって言ってくれる方も多いので、ちょっと今から、今緑におるんですけど、沖に向かって、で、あとは波に乗るところまで飛んでいけたらいいなと思います。では行ってきます。まずはね、普通に沖に向かうんですけど、今日はですね、普通に波が小さめなんで、あまり沖まで、沖で波が釣るとね、テイクオフ無理なんで、ちょっと若干クラウぐらいの緑におるとベストですね。さあ、何が来るのでしょうか。お、シュッと来た。シュッと来てます。おお、来とる。今どういう感じで乗っていくのかっていうのを撮ってます。あ、かっこいいですね。あ、回しっぱなしパターンです。はい、一本乗るまでっていう。本乗るまで帰れません。はい、めっちゃ風が強くなってきました。もうかなり一瞬で暗くなったの。これやばいね。やばいよ。大雨警報。結構警報出そうな感じっていうか、もう出とるとこは出とるらしいよ。あ、でもめっちゃ赤い。うわ、綺麗。すげえ。あ、綺麗。はい、一本乗りたいんですけどね。
やっぱりね、こういう時って起きていきすぎると取れんし、逆にインサイドやとパッとすぐに割れて終わってしまうことが多いんで、そこのね、調整がめっちゃむずいんですよ。超真っ暗やったのにね、まあ波はね終了しましたけど、夕日は最後の芽生えてきたということで、本日はありがとうございました。さあ、というわけで本日朝からね、いろんなところ波チェックして回ってますけどね、とにかく強風でさ、どこもむずそうっすね。こうやってちょっとね、波情報見ながら、やっぱなぁ、これ強風なんすけど、何メーターくらいの、まあ、10メーターぐらいだけど、ね、もっとありさ、ね、8って書いてある、8って書いてある、これはね、まあだけどほぼ0人で、もう風クローズっていう感じ、サイズは頭ぐらいでそこまでね、そうっす、こんな感じでね、風どえなくてすごいっすよ。おっと、晴れやから、そのトラックジャケット来ましたか。あ、これじゃあ暖かいと思ったら寒くて、結局この間これ気に入ってんすよね。はい、いや昨日そういえばね、まあちょっと動きながら喋りますけど、あのジェントルモンスターっていう目がね、青山オープンして、ちょっとあの時計がなんか遅れるからオーバーホールしようと思って、まあ、3つぐらいやらないかんこといっぺんに済ませようと思って青山と銀座といろいろ行ったんですよ。そうしたら目の前まで車で行って、駐車場あるかなじゃなくて行列で入れんか、すごいな。いや、でっかいとこだよ、ジェントルサングラス屋でしょ、あれスウェットとか服あんの、うん、いやあんなんさ入れんぐらい並んでどんだけ売れるのと思って、いやマジで思ってんけど、今の時代プロモーション命やなと。いや本当さ、だって普通よそのメガネは別にそんな並んでないし、並ぶメガネは見たことないよ、なかなかね。レイバンで決めたくモデルやからってそんな並ばんすもん、ね、そうだから、ジェントルモンさん何 YouTuber？ YouTuber もあるし、ギフト渡したり、やっぱインスタグラマーですね、 YouTuber ってより。あ、やっぱり何、インスタグラムは古いとか言いながら、あと TikTok か。でもおしゃれな YouTuber とかがかけとるからクールに見えてくるっていう、だから自分も1個持ってますけど、俺も1個さ、ぜひさ、そういう流行には1個でも乗っかっとこうと、1個買ったろうと思ってお金握りしめて行ったんですけどねで時計のオーバーホールもこれが参って、もうちょっと時計ブーム去ったと思って、またこれがもう大行列、もう無理でさ、まあ修理だけ置いてきたんですけど、もう選ぶどころじゃなくて、まあいろいろ行ってきましたよ。あと銀座行って、パネライブティック行って、ロレックスも見に行って、いろいろ、もうでもすごいとやっぱ行列できて、そんな普通に入れない。いくらでも金あったらどんな時計が欲しいですか今ね。いや、めっちゃ欲しいのは別にシンプルなサマリーナじゃないけど、シードウェラーの赤シードってやつか、新型のシードウェラーとか、別にちょっと大きめのごついのが好きなんだけど、ただお金あったら1個やっぱり黒い縁のデイトナ1本、あんまり好きじゃないんだけど1本持っときたいコレクションで家にあるよって、だからフェラーリ乗ったことないくせに俺好きじゃねえんだよって言いたくないから、それ1個欲しいかな。でも昨日も売ってましたけど、ほとんど、あ、1個見つけた、黒と上が黒で下がグリーンのペプシみたいな、なんていうかな、あるんだけど逆ベゼルなんですよ。あったら、お、これいいじゃんと思ったら、もう商談中。いくらぐらいですか。それはね、定価はね170万ぐらいなんだけど、600万ぐらいついとったら、もう今300万に下がって、それが錯覚に陥って安なっとるじゃんと思ってさだけどそのシードウェラーは今定価が200万、160か70が今200万に上がっちゃったので、だけど、どう100、まあ定価ぐらいであるかな、その赤シードっていうのも定価が180ぐらいで、定価ぐらいであるんだけど、いろいろ見て勉強してきてね、もうこう時代の多分
海でもさ、時計好きの人多いじゃん、はい、昨日もコンビニでね、あのサーマリーナハメ通る人いて、昨日の YouTube で話して喋りかけてくれてね、いや、そういう時計好きな人多いと思うんだけど、まだまだ時計ブームもう終わったかなと思ったらすごかった。まあでもメガネには勝てんかったね。でぜひ今度ちょっと平日勉強行きましょうよ。俺1個絶対買いたいからないかな。だまあミーハーってより1個は乗っとかんとさ、はい、持ってもねえのにやっぱり好きじゃねえとか言うの。ただこういうのが多くない？横浜銀杯チックのやつが。まあでもさ、何でもあるからな。まあな、あの透明持ってんだったっけ。透明、俺も透明欲しい。透明とちょっとおしゃれなやつ欲しいな思いました。なんかそんな話しとったら、このオファイナさんぐらい時代遅れのおっさんみたいに思えてきて。そろそろもうダメっすよ。いやだから俺お金握りしめて2個買ってやろうと思って本気で行ったんだ。入れんかった。そろそろダメですね。はい、まあそんな感じ。そんな話の方が長くなったけど、海行きましょう。はい、さあというわけで海到着して、結局はいつものポイントでね、ちょっと無人なんですけどやっていきたいと思います。いや風も強くてね、ちょっと波ハードなんで無人になりますよね、そりゃ。でこちらね、昨日動画でもアップしたんですけど、これね、ファントムタオルがついに完成してね、はい、こんな感じ。これ4月、6日ね、限定で豊川店で発売するので、ぜひチェックお願いします。いや、いい感じですね。いや、めっちゃいい。想像以上に出来がいいですね。かっこいい。素晴らしいです。原志村だって書いてあります、はい、こんな感じで腰に巻いたり、まあ、あとはね、あの車とかに干すときかっこいいですよね。そう、縦にね、ドアに止めてみましょう。まあ、イメージとしてはね、こうやって車に干したときに、おー、いいじゃないですか。いいね、素晴らしい。こうやって干しておきましょう。いいっすね、はい、いいっすね。いい感じ、かっこいい。こうやって車で走ればいいの。ブロロロロって怒られるね、多分。まあそんな感じで、ね、いいんじゃないですか。ぜひ皆さん楽しみにしとってください。はい、今日まで行って、今日左からゲッティングするんだな。風の向きが左側だからね、右から入るとテトラの裏に行っちゃうんでしょうね。まあそういう感じで風に合わせてね、あの流れを。はい、今回はですね、村田嵐アフレコで話していきたいなと思います。最近ね、コメント欄でちょっといい感じって言ってもらえてね、嬉しいので、今回もアフレコでゲッティングアウトについて話していきたいなと思います。今回は、このポイントはですね、いつもこんぐらいのサイズがあると、テトラ際からね、右からやったり左から、テトラ際のカレントを使って沖に出るんですけど、この日はもう真ん中から正面突破をしようと思ってたんですよね。その理由があって、この沖で割れてる波があると思うんですけど、緑で割れてる、今真ん中のラインで割れてる、今僕の目の前に波があると思うんですけど、これとかもうあのミドルらへんが深くなってて、割れてないんですよね。沖で割れてミドルでまた生き残って、でまたインサイドでまた再び割れるみたいな波が多くて、その地形のおかげで沖に出やすいんですよね。ミドルでホワイトウォーターが少ない分、あのドルフィンする回数が少なくなるんで、すぐに沖出れるんですよね。だけどこの日は沖に行こうっていうつもりもなく、このミドルから沖で一回割れてまたミドルで生き返ってくる波を狙ってたんですよね。だからこの正面突破して、はい、沖に行くつもりはなく、沖から乗ると、あのこの後ね、沖からライディングするやつもあるんですけど、沖から乗ると沖で試合やったら沖からワンターンで、ミドルでパンピングでつないでフィニッシュワンターンで 6.5 ぐらい出ると思うんですけど、この日は僕はですね、狙いとしてはインサイドの掘れている波をちょっと行きたいなと思ってたんですけど、はい、スープからテイクオフしても最後ね、生き返ってくるんで、あのフェイスがあるみたいな感じですね。これはさすがに垂れすぎた波で、まあ、こういう波の時は本当にね、少しでもあの参考にしてほしいんやけど、本当に波数乗ることがいい波をゲットできる秘訣やと思うんですよね。一回一回ね、起きてるのめんどくさいなってなるとは思うんですけど、それを乗り越えると、たまにね、10本にいや5本に1本いい波が
キャッチできるかなっていう感じで、まあ、それ以外はね波が悪くてもしゃあないしゃあない次は次やってね思うしかないんですよね。だけど次はいい次はいいって思い込んで時間がただ過ぎていく時もあると思うんですけど、この日は今とかね普通に沖で入れたんですけど、もうミドルでとりあえず待とうかなって感じだったんですけど、常にパドルしている理由はもう右にねこう見えて右にとんでもないカレントがあったんですよね。すぐ沖から見てオトンとかいるね車置いてある位置はいつも目印にして自分の位置どこにおるか分かるようにしてるんですけど、本当にすぐにどっかに流されてくるんですよね。さすがにねここも深すぎるし、このポイント本当にね調整がとにかく難しくて、どうしたらいいやろうってハテナのまんま波乗りしてましたね。やっぱ無人なだけあってね本当に難しい波で、普通にねいい波やったらねプロとかやったらトッププロだからね見極めうまいからここを来ると思うんですけど、まあ、自分はねとにかく人少ないところで波あるんでやって誰にも迷惑かからないし、好きな波乗れるしみたいなことを、ね、狙ってこの日は、この波を狙ってるって感じなんですけど、沖からねこうやってバンバン来るから本当にいい波来るのかなみたいな思いながら正直にサーフィンしてましたけど、はい、今入水して5分ぐらい経とうとしてるんですけどまだねノーライドって感じですけど、はい、この後どんな波が乗るのかっていうとこですね。いやなかなかね波見えないですよね。試合やったらその乗りまくってしまったらフェアリティ変わるしみたいな考えてしまうと思うんですけど、多分試合やったらねこういう波の時って本当人それぞれ考え違って選手がねバラバラになると思うんですよね。沖におる人やったり緑におる人やったり左とか右とかすごいバラバラになるからフェアリティ関係なくなってしまいそうなんですけど、まあでもこの日はね時間制限もないしプライオリティもないしとにかく自由に波を乗るっていうのが感じあったんですけど、なかなかねパドルしながらパドルとドルフィンを永遠としながら波を待つ、とりあえずとにかく乗れる波を待つしかなくて、でいい波が来るまで一生ドルフィンとパドルしてましたね。本当波待ち一回もしてないですよね。風すごいし流れすごいしみたいなね、はい、やっとこの辺で波がマシな波が来だすんですよね。これ乗ったっけなって感じなんですけど、これも本当試し乗りみたいな感覚でとりあえず触ったみたいな、でチックタックみたいなね右に振って左に振ってパンピングしてつないでちょっとカーブしてここで加速して少しでも割れてる方向に向かって行ってここでターン、はい、でこれはこけてしまうというね、はい、これ難しかったな。おっとこれもこれうわ結構でかいっすよ。あ行く行った行った、おっとワンターン入った、あーおメイクメイクまだいける、おっとまだいけるぞこれ、すごいな最後の、おっと行きましたよ、張ってこいここで、うわーこれは難しい波だ、川みたいなんか、うわっと、おーおーおー泡に乗ったぞ、泡にこっから張ってくる、張ってきたら面白いなこれ、あ来た来た来た、あ行けない、いましたね、あー厳しいな、行きましたインサイドの網で乗りました、狙ってあーっとチューブ入って抜けるとこがない、お疲れ様。さあというわけで浅瀬選手終えてきましたけど、いやー思った以上に見た目以上に厳しかったですね。とにかくね
一言で言うとマジで厳しかった。なんやろこれって感じでしたね。まあなんかフェースがないしごよごよごよだし川みたいだね。なんかそう、まず確かに川やなって感じ。あっちこっちに流れがあるから、はい、もうなんてやろ、その風で流れとんかカレントに なんていうの中の海の中のカレントに流れとんか分からんぐらいパドル進まんくて、なか沖にたどり着けないですよね、なかなか。だからもう嫌と思ってミドルでねやってたりするんですけど、ミドルからやと波のパワーがないからインサイドまで乗りたくても乗れやんしみたいな。とにかく今日はね難しかったな。あーこれは大変だ。もうしょうがないね。まあ誰もおらんとこで狙って入っとるからね、こういう波なのしゃあないんですけど、いやまあこれはこれでいい練習になりましたけど、はい、まあ板に関してはですね、どうやるな、今日、セットで頭ちょいぐらいあったんですけど、正直ね、頭ちょいあってちょっとパワーのある波やと若干もたつくなと思いましたね。前にスパッとボーンって出るような、なんていうのかな、勢いのあるサーボードではなかったと、思いますね、正直言うと。まあ、どういうところに活かせるかというと、まあ、やっぱり軽いセクション、もうファンビングしたりアップスしたりするところはもう最強なんですよね。だけどえぐい掘れたところとかでかいセクションっていうのはこうスパッてターンして、そう前に綺麗に出れるっていう、出れるかどうかって言われたらちょっと難しかったかなと思うかな。まあでもやっぱラットリッパーっていうモデル、あラットリッパーっていうかね、ラットリッパーのコンビ用なんで、うん、普通に腰ぐらい、腰腹目ぐらいの波なら試合でももちろん使える長所さはいっぱいあるんで、これから楽しみだと思います。まあこういう波とかね、小波とかいろんな波でサーボードを試すのはいいことやと思うんで、はい、そこは知れたかなと思いました、ね。まあこれジャンプだからね、まあこれがフェースがいい綺麗なさ頭オーバーだったらまた調子いいかもしれんし、ね、まだそういう波でやりたいっす。そうだから順番にいろんな波試して何がいいこれがいいって見ていけばいいんじゃないですか。そう、意味わからんカレントばっかりやったからね。そう、まあこれは何乗っても多分無理だよ。まあそんな感じです。まあ誰もいないってことが証拠じゃん、何乗っても無理ってことで。まあ人少ないとかやりたかったらね、こういうダメな波の時もあります。まあそういうのがしゃあないですね。そうですね、まあそんな感じでお疲れ様。そんな感じで今回もありがとうございました。